はい、こんにちは、ブルーホースです。ということでやってまいりましょうか。100年目に全財産を失って破産する社長、ブルーホース、やってまいりたいと思います。桃鉄です。22年目に入ってまいりました。ゾロ目でございますね。ゾロ目テンション上がるよね。さあ、陽気日さん。よかったよね。キングボンビーがいなくなっただけあって、まだマシなのかもしれないけど。まあ、常に借金生活を過ごしてるから、こいつにもね、そろそろ借金生活を送って、ボンビエー初ターン、よかったね。よかったでございますね。私に感謝してくださいね。ということで、まあ、じわじわ進んでいきましょう。4。4は、どのくらい進んでいくのかな。大津方面から行きましょうか。じゃあ、大津方面から行きましょう。鶴橋ね、残念ながらね、残念ながらっていうか、まあ、いいことなんだけど、全部持ってるから、うん、全部持ってるからね、そう。で、大津はね、大津高校というところに何回も練習試合をしに行ったことがありますね。でね、合宿の最終日とかにも行ったことがあるんですけど、1日ね、もう何十試合ってやった後にさ、お前らそれで満足したんかとかって、偉そうなさ、その大津高校の顧問とかに言われた時にさ、お前じゃあもう今から6時9時まで練習試合やっていいのかって、お前返せなくするけどそれでもええんかって思った記憶があるけどね。なんかそういうさ、なんか満足したんかみたいな言い方をするやつってマジでね、もうカスというかクオモーンと終わってるというか、もう文句ばっかり言ってる俺、よくないよくない。はい、さよなら陽気姫、バイバイ、また会いましょうね。そんな大して飛んでないじゃん、なんだろう、むしろ近づいてんじゃんか。そういうことでもないか。ということで、サイコロでじわじわ近づいていきましょう。ほい。2、あー、まだ2ターン。あ、やった、擬音開始めー、お願いしまーす。女帝花舞、ありがとうございます。そして最終話では、ママと一緒に暮らして、孫と娘を一緒に育てていくっていうね、孫も娘も同じ一人の女の子なんだけどね。はい、くるくる。で、5を進んでいくと、福山、よかったね。あ、しかもスペシャルカード手に入れてよかったね。福山、でも借金だから何も買うことができないね。どうしたの？なんか買ってみたらいいじゃん。借金背負ってんだからもうより借金してったらいいんじゃないの？どうしたの？なんで買わないのかな？あー、頭打ちしやがったんだけど。何？おーおー、清少納言？紫式部じゃない、清少納言ですね。枕の創始、源氏物の紫式部のライバルって呼ばれてましたって。まあ実際どうなんだろうね。勝手に俺らがさ、こう言ってるだけでさ、なんかあんまりやらないからさ、でも清少納言は、凄まじきもの黄色く柔らかき、うんち、は？強さめでございます。おそりしても、うんちを清掃してくれるってことなんですね。はい。別にうんちがあろうがなかろうが、どちらでもいいんですけどね。うちちのちちのちちのち。ここは嵐山に行きましょう。嵐山に行きたいんだけど、独占することができないから。でもこれは、ちゃうな。でもそっか、無理だな。60億の千葉吉兆は、千葉吉兆のお上はやばいって、ダメだって。賞味期限を改ざんするから、すぐ改ざんするからよ。よし、じゃあやめましょう。オッケー。じゃあ行きましょう。でも、じわじわちょっと近づいてきてるな。あんまり遊んでられもしない。こいつじわじわしか進むことができないんで。もうこれでしたっけ？よかったね。よかった。ちょっとずつ回復してきてるね。はい。で、そろそろ、3、2、1、ゴーって、こいつ何もなってないからさ、よいしょ、10億で買ったやつが、たかだか5億で売られてしまったって。もう、いいじゃん。現金大好きだからよかったじゃないですか、現金が手に入って。おめでとう、よかったね。よいしょ、チュッチュしてあげましょう。どちらにせよ、カードマスか。カードマスしか止まれないんだな。オッケー、じゃあ、こっち行きましょう。ほい、オッケー、トゥルトゥルティーン。もう、お払いばっかじゃん。俺、どんだけ呪われてんのよ。どんだけピース、又部なんだよ。ほんとに。だから、又部じゃねえって間違えたって。又吉と綾部だって。で、合体させんだ、俺はいつも。かわいそう。それぞれの、あれですよ。アイデンティティがあるんだから。アイデンティティが、なあ、はい、はあ、はあ、はい、はい、パラパパー。ところで、あと6個の目的地、どこに行ったらいいんだとか、どんだけどん詰まるんだって。さあ、そろそろ何になるかな。ウルリン、よかったじゃん。また現金が手に入って。よかったれー。現金大好きでよかったれー。はい、ゴールできましぇー。マジか。ゴールできないのか、それでも。それでも無理なのか。ことは、大阪と、ちょっと待ってね。大阪、でも 10% は魅力的だな。動物園は別にいらないですね。ここの動物園すぐ猿に逃げっからな。ここか。お笑い工業。買っちゃいましょう。はい。ナンバブルーホース買っちゃいましょう。まとめ買いはできません。ちょっと待って、いいえ。しかも、これ買ったらもう、でも、ちょっと地味に 5億15% ってなんか、でかいな。さあ、一気に1億になっちゃいました。こっから、なんだ買った物件が500件超えましたとか、そういうあれか？1000件目でしたか？リニアカードありがとうございます。ごちそうさまです。
すいませんすいません、いや助かりました。あ、あ、持てなかった、しまった。パトカーで、パトカーあー、まあ、今現金がなくなることは全然何の問題もないですからね。はい、なんならスリの銀次俺から奪ってみろって言って全然現れないけど、スリの銀次もさ、なんだろう、マリオパーティーみたいにさ、マリオパーティーで急にさ、ハテナブロックとかっていうのが出てくるじゃないですか。あんな感じになるのかな。うん、この特定のマスっていうのが実は裏で決まってて、でそのマスを踏むことによってチェローンって言って、おパンツピローンって、おパンツピローンおかしいな、スカートペローンか、スカートペローンってなって、ペロ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 って、おや、まさかキングボンビーがどうなるのかな。タカ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 タ、抜かすな、お前はすぐに貧乏になっていくのだ。よかった。デストロイ、もうやめて、俺だけなんだって、それで損すんの。今回どのくらいいかれんのかな。うわ、聞き慣れた。しかもこれすぐ燃え盛るからな、マジか。せっかく大阪の方とかもだん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 物件が揃ってて、4マスに増えてるっちゃ、4マスに最高4つに増えてるし、どこだねー、財産が奪われて。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、スプリングもツーリングの音も不忍び合い具合とか、やめてやめてやめて、あ、俺の博物館なんだ、博物館なんだ、これ博物館で、うわ、たった3件8億16点マジック52? 絶望とともに散った。そして1しか出せない。うわー、嘘だろー、マジかー、55億かー、つらいなー。せっかく1100万超えちゃ、1億1000万超えたのと、1億1000万ってなんだ、1100億超えたところなのに。そしてお前スペシャルカード持っとったんかーい。うわー、マジかー、デストロイマジでつらいなー、デストロイはマジでつらいな。ちょっとこれ精神的に来るんだよ、デストロイは。いや実際はさ、1000億ある中でたかだか55億減らされたところで何の意味もないっていうことなんで、はい、あ、よかったね、ゼロになって。ゼロにしてからさ、お金をあげたら、ね、先にお金渡しちゃうんだもんね。結局意味ないんだよね。これでも精神的に来るわ、ひたちなかか。俺何回もひたちなか、ネモフィラのおかげ、あれあれあれ、ネモフィラのおかげってさ、俺買ったけど、またこいつのせいで失われるんじゃなかったっけ、確か。しかも向かってくんだよな、横浜。どうせ買ったって取られるんだから、今買うのって、さ、どうなの、買ったそばから失っていくんじゃないの。お釜掘りまーす。さあ、戻れ戻れ。ゴールから遠ざかっていけ、ゴールから。ゴールから遠ざかって、よし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 。でもな、これまた墓ネタが奪われてるんだよな。見てが奪われたかも分かんないまま奪われていくっていう、本当に残酷なんだよな。てかマジでさ、いやさ、うわ、ツーリングの人たちに用意するための焼きそばパンが全部失われていく。あ、どうせ俺だけだろ、たかだか3億なんか大したこと言って、ゴーシュ、うわ、2ターンで100億失われたよ。うわ、きつっ。ちょ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 、うわー、マジかー。ちょっと、でも物件取りで今、あ、そういうデメリットもあるんですね。わかりました。じゃあ、飛びましょう。いや、恐れさん、もう恐れさん大好きやな、俺。で、ここで買えるようなカードが確か何もなかったはずなんですよ。だだだだだだだ。じゃあ、厚が切った。いい感じですね。じゃあ、買いましょう。買えない。今、気づいたけど、2780万しかなかったんだな。うわー、マジか。物件も買うことができないし、物件がどんどん失われていくし、今も残酷だな。2ターンで終わってくれないから、さっき確か2ターンで終わったんだよ。お前もしつこいなぁ、もう。だって元気、あー、まだ、あー、ちょっと待って、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 待って。そして、どっちに行く、どっちに行く。あー、関西圏がどんどん奪われてくる。これ、でもあれ、誰も買ってないところでどんどん燃えさ、あ、とこらめが、岡崎。あー、やめろ、岐阜の、あ、待って、これもう鶴がオバも行くんじゃないか。大統領失われた、あ、ひよ、ちょっと待って、あ、女帝浜舞が燃やせている、燃え盛っている、ぐる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 、うわ、26件あ、1回で一気に100億も行きやがった。マジかよ、倒産するとは言ってもおかしい、そりゃそうだよな。うわ、諸行無常の響きあり。うわうわ、3ターンで200億失われた。やばい、魂が抜ける5秒前だ。もういいや、釜石は、ああそう、あ、オフなど行きましょう。はい、帰るだけ帰りましょう。
はい、ウニ丼大好きです。はい、そういうことか、気にしてないです。買いましょう。あーマジかー、わずか3ターンで100億失われるか、これはエグすぎるな。どこかのパートで喋ったけどさ、もう一人でこんなベラ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 ハイトーンとハイペースで喋ってってなったけど、さすがに今日はちょっと声が出ないですね。まあでも多分あれだね、なんだろう、あのさ、最終的にさ、破産を目指してやってるじゃん。あの、100日後に死ぬワニみたいな感じで、100年後に、あの、破産する、まあ、社長を目指してやってるからさ、もうこんなん全然あれなんだけどさ、なんかやっぱりまだまださ、5分の1をようやく過ぎたっていうタイミングでこれが起こるっていうのは、まあちょっと辛いよね。まだまだやっぱ盛り上げていきたいじゃないですか。ね。社長業盛り上げていきたいじゃんってなった時に何にも買えねえな。これどっちに進んでいくのが正解だ。ひたちなかってこっちだもん。まあ、ひたちなかこっちなんだけど、カードを、まあ、いや、カードを、トゥ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 、ちょっと近づいたかな？物件、あ、いいですねー。どうせあと3ヶ月でまたお金がゴボッと入ってきますからね。お金がゴボゴボ入ってきて、トゥル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 やっちまおうって、ふうふうふう。よかったね、カードが手に入って。一攫千金。あ、これ、金がめちゃめちゃ手に入るんじゃないか？あ、一回、おならカードも残すの？おならしたってさ、どうせ俺戻ってくるぜ。不死鳥のように舞い上がって、あれだよ、フェニックスのように舞い戻ってくるぜ。どっちも同じ意味なんだけどね。さて、じゃあカード12マス。じゃあ、特許は使い切っちゃいましょう。ちょっとくる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 。そろそろさ、そろそろここまでいじめられたんだけど、なんか一発でいけたら嬉しかったんだけど、そうは問屋が下ろさねえってか。うわぁ、もう何も買えないわん。どうしましょう。じゃあまあ、とりあえず北茨城まで行きましょうか。小浦温泉。もうなんか、日本中にあるさ、なんか、温泉をこう巡る旅とか、なんか、老後とかやってみたいよね。なんか、自分の車とかでぐるぐるゆっくり回りながらさ、嫁さんとベラベラ喋ってさ、時には誰かをヒッチハイクで乗せたりとかしてさ、まあ、ヒッチハイクで乗せるなんてこと言ったら、嫁さんが絶対に、そんなん嫌やって絶対言われそうな気はするけど、まあ、それは仕方ないよね。うん。見ず知らずの人をさ、なんか、ぼーって乗せる。一回だけね、親父とね、キャンプに行った時に、淡路島だったかな、かどっかで、チャリンコで淡路島の、高速道路、サービスエリアにいた、大学生3人組を乗せてね、高知県まで行ったっていう、高知県までヒッチハイクで乗せてったってことあったけどね、ワン。買えないくらいだったら、ちょっとでもプラスにした方がいいよね。はい。うわ、このタイミングでスペシャルカードがないっていうのは辛いですね。はい。よいしょ。はい、ありがとう。やった。一軒くらいは物件返すようなお金が手に入りました。はい。そう。で、そのうちの一人が、なんか今会社を経営してますね。うん。まあ、僕が貧乏になって、まあ、会社もクビになって辛いってなった時には、ぜひその子に雇ってもらおうかなと思うんだけど、2個か3個下とかだったかな。まあ、でもすごいよね。やっぱそういう行動力がある人が、会社とかを経営するとか、まあ、会社を起業してさ、経営するとかっていうのがあるんだけど、5両、おお、すごいね。一気に。はい、お金が足りません。そして、いくら売ったところで、あなたにはもう物件がありません。雷神があるか、ビリになったのかな。てか、もともとビリだったっけ。もう、なんだろう。貧乏人どものあれなんか知らねえよって話なんだけど、浅草かヘリポートか、いやー、もう何も起こらないから、結局どっちだって一緒なんだよね。くっそー、何も起こさないまま終わりました。ちょうど今からここに、急にいきなりトークになったらどうするんだって。はーい、ということで、うわー、今月は多分赤字ですね。今月じゃない、今年度は赤字ですね。一気に200億を失ったからね。1137億から多分1000億くらいになっちゃってるんじゃないか。なんかそんな気がするよね。収益額で言うとマイナスになってる。そうだよね。そうだよね。くそー。やっぱデストロイは精神的に来るな。あ、でも書いて、違う、書いてんのかこれ。1200億、あれ1000、あれどうだったっけ前回パート。ちょっと覚えてないけど。しれっと終わったね。はい。ということで、今回は以上とさせていただきます。まぁ、ちょっと、あー、やっぱ喪失が減ってるな。くそー。やっぱデストロイが効いたな。うん。ちょっと、巻き返しを図って、1500億を目指して頑張っていきたいというふうに思います。ということで、今回も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ゾロ目、なかなか、えぐいことが起こりましたね。はい、すごく楽しかったです。ということで、23年目もよろしく、マイケル・ジョーダンをお見逃しなく。ではまたお会いしましょう。バイバイ。チャオ。あ、チャンネル登録ボタンとグッドボタンもよろしくね。はーい。